というのはどういうことなんだと怒っていましたが、ギランフックシュート、スリーポイント、ミドルショットフックシュート、外へ出す、ジョーンズ、ジョーンズがクエリア、クエリが振り向きざまのシュート、ショットクロックギリギリのシュート決まりました。試合のフィナーレが近づいていく、クエリートレイ・ジョーンズ、どう仕掛けてくるか、ジョーンズからキーナン、かわしていってキーナンのシュートを決めてきた、最後はブザービートで決めていきました。トレイ・ジョーンズ、ジョーンズが攻めて打ってくる、決めた、ほぼブザービーター。左から右に攻めるのが黄色の群馬クレインサンダースです。トレイ・ジョーンズ積極的に行ってバスケットカウント、得点に結びつけていきました群馬、今のシーンです。さあ小渕が入ってきてスリーを狙う、決まる、小渕正史最後スリーポイント決めていきました。長い8セットだったんですが、昨日は首位の群馬が茨城を下しました。今日が第2戦、ゲーム2です。スリー狙っていって決まる、ここは茨城の山崎、小渕が振っていった、ドライブインサイド入ってきて、ここからゴールした、フェイントエリアから打っていった、ジャスティン・キーラン、ジャスティン・キーランが決めた。ショットクロック、これで0秒、決まった、4番トレイ・ジョーンズ、狙っていた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 、カウントですね、決めた、トレイ・ジョーンズ、マイケル・パーカー、狙い通りですね。やはり4番和田との、佐野、コーナーからリバウンド、トレイ・ジョーンズです。ブロックをかわしながらパーカーがスティール、そこから速攻、最後トレイ・ジョーンズが、パーカー、トレイ・ジョーンズ、スリーポイント61対35、スティール、葛西、トレイ・ジョーンズダンクショット、ワンハンドダンク、大和市民体育館前橋湧き上がりました。葛西からのパス、ワンハンドダンクで応えてみせました。さあ1本返せるか、サーブ放っていって、さあ今度は野崎が放して、さあトレイ・ジョーンズがダンク、仕上げる。外から打つ、決まった、スリーポイント、40番ジャスティン・キーナン、12番野崎、7番コーチ、最終的には決まった、22番上田、ターンオーバー、ボールを奪ったのは石宮、ルドフからスティール奪った、山崎自ら行って決めました。残り5秒、コーナーに送って狙っていった、決まりました、杉本のプロ初フィールドゴールを決めて、ここでブザー、葛西、松山がつく、葛西、葛西ドライブ、ジョーンズショットクロック2秒、1秒、ジャンパー、来た、大きく上回って大台に乗せてさらに続けていこうというところなんですが、あーという、なんということだ、トレイ・ジョーンズ完全に長谷川フリーのところだったんですが、ブロックショット、まさにドラゴンボールスーパーサイヤ人、いやかなり苦しい。さあ残り3秒だぞ、第3クォーター、ジャスティン・キーナン決めていった、